三重県は今日各部局の幹部らを集めた臨時会議を開き、石川県の能登地方で発生した線状降水帯による豪雨に伴う被害の状況が報告されました。会議では避難所の運営などを支援する職員2人を昨日輪島市に派遣したことなどが報告され、今後さらに職員の派遣要請があった際、必要に応じて職員を交代で派遣したり、給水車や支援物資の要請があった際、すぐに対応できるよう準備を進める方針を確認しました。被災地の方々に寄り添いながら支援を続けていくということが重要かと思っております。また併せて、これは明日の三重県の姿であるという思いを持ちながらですね、我がこと感を持って現地においての支援活動を続けてもらいたいと。また今回の豪雨災害では河川が氾濫し、500戸以上の仮設住宅が床上浸水した状況を踏まえ、一見知事は三重県内の仮設住宅の建設予定地の浸水リスクを確認するよう指示しました。